出したら。それ。だ、やめよ。这游戏前期的战斗算是蛮单调的，到后面有一个阶段以后，就会突然变得很复杂，有什么阵型啊，你还要摆位，还有什么一堆拉里拉扎的设定，后面战斗会变得很丰富。前面就真的是很无脑打法，就是攻击攻击攻击而已。后面就没这么简单的。哇，这是什么？僵尸吗？也是露西亚，也就是说他们本来也是人类咯。もう大丈夫だ。不过进入战斗的时候，我好像不能够说要控制自己，只能够控一个人，而且不能够选择。像冰雪加入以后，就是控冰雪。なんでこんなところに？早く逃げろ！在笑什么？歩けねえなら隠れて待ってろ。セラーを助けたら一緒に逃げよう。うちに返してやるからな。待って。セラ。俺の嫁さん、未来のだけどな。パルスのルシだ。おお、所以他才在这边的。この遺跡にいる。助けてくるから待っててくれ。なんだよそれ！ルシを助けるってなんだよ！あいつら敵だろ！敵は助けるのに、なんで？なんで？おかしいよ！哪里奇怪？そうだな。不是说莎拉是他老婆吗？就自己老婆有这么难理解吗？あいつが戻るまで待って、助けてもらう？誰があいつなんかに巻き込まれてばっかりだ。一昨日ファルシが見つかった時、ボーダムに行っただけなのに、軍隊に捕まってマジされて、あいつのせいで母さんか。みんな守るんだっけな。何がセラだよ。よ。一緒に行こう。直接文句言いなよ。言うこと言わないと。怎么这么善良啊？苦しいから。这个游戏每个角色的个性都蛮鲜明的。よし。あんた一体何しに来たんだ？戦いに来たんじゃねえのか？这个黑人怎么总是啪啦啪啦啪啦，这么多问题啊？妹？ルシにされた。パルスのルシか？ファルシに囚われているらしい。助け出す。無事なのか？うん、妹さんの使命は、その子がルシにされた時、ファルシに何を命令された？管你屁事啊！やっぱり国運を壊すとかそういうもんか。聞けなかった。いいか姉ちゃん。
ハルシは人に呪いをかけてルシに変える。ルシは使命を与えられる。莫非这个黑人是解说役？その使命就是负责解说就对了。ルシはああいう化け物になる。もし妹さんがああなってたら、いやまだでも。ルシになった人間を助ける方法はね、たとえ使命を果たしても普通の暮らしはもうできねえ。永久にファルシの奴隷だ。楽にしてやんな。はっきり言え。ルシも、ルシになりそうな奴も一人残らず殺せってな。あんたのような奴がパージを始めたんだろうな。好了好了，你们不要觉得黑人烦，他就是负责来解说的。那我们了解这个游戏的背景设定啊，来龙去脉啊之类的。不知道什么时候可以看到雷光的姐姐，姐姐都长这么正了，她妹妹肯定也不得了啊。科科午安。道具元は調査隊の兵士か。我还是要从宝箱中取的吗？我都没在捡。这是一个未知的怪物。好像没多强啊，都不用破防就打得赢。走呀！好巨大哦！哎呀，碰到了。小雨午安啊。有了有了，打到一个力量烟雾。哇，原来是打怪获得的啊。使用这个烟雾以后呢，进入战斗会得到特殊的能力加成。哎呀，快死了快死了，好痛啊！怎么瞬间没血了？首长午安啊！あいつの死骸に。哎、欸，裙子啊，裙子啊！帕鲁斯的烙印，你妹妹都被别人看光光了。ルシなんだよその子は。そう言ったはずだ。パルスのルシは国運の敵だ。ルシは処刑か。使命を果たせなかったら
あんな化け物だしよ。殺すのが情けか。お姉ちゃん。哇，大正妹。セラ。セラ。ヒーロー参上。一緒に帰ろうな。話せ。私が連れて帰る。姉さん。誰が姉さんだ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよセラ。守れるよ。だから守って。悟空も守って。使命が。それがお前の使命なのか。分かった。任せろ。俺が守る。セラも悟空もみんな守る。そうだ、私が何とかする。安心したろ。ごめんね。不会吧，妹妹才出场不到十分钟啊，别这么急着走啊。不要这么浪费人设啊。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。セラもそうなんだ。永遠ってことは死ぬわけねえだろ。セラは未来の嫁さんだ。ずっと一緒って約束した。俺何年でも待って未来の。何が未来だ。現実見ないで逃げてるだけだ。ねえセラ、ルシになったら何もかも失うの？何？軍隊か？まもなく女性地点に到達する。機長班、こちらの状況は？問題ない。抵抗はほぼ足りなくした。帝国通りに航行できた。欠片も残すな。マルシの異物は殲滅だ。やれ。
待ってろ。兄ちゃん、何する気だ。ファルシに会ってくる。セラを助けてもらうんだ。え？ファルシにお願いするってか。そんなに甘いわけあるか。向こうは人間を道具としか思っちゃいねえんだ。俺は未来を待つだけじゃない。姉さん、哎呀，冒出好多怪呢！莎拉就这样子放旁边不管了。へよ。セラはクリスタルになった。あんたが命令した使命を果たしたんだ。だからもういいだろう。セラを元に戻してくれ。頼む、セラを助けてくれ。代わりに俺がルシーになってもいい。人間同士殺し合いだ。セラは国運を守れと言った。こいつを倒せってことだ。你要出来了吗？ファルシに勝てると思うか。セラは私に言い残した。ドッジ、多吉该不会是那只鸡的名字吧。素人が邪魔じゃなければな。こいつの始末は。那只小鸡是储备粮食吗？悪いな。哇，第二回合，哇，太痛了吧，直接被打残血，都爆了。先把手敲掉，好吧。不过他本体都快没血，手的血好少。别打别打了，回避。天哪，我都不知道他还有触手可以先打。
这才是本体。主角群都被刻上了烙印，变成露西了。何等威力！未来が見えなくて怖いから、未来が見えてしまって悲しいから、目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。哎，这边的时间点好像不太一样哦。怎么突然变得这么欢乐了？这边好像是前面的剧情，在回顾。是莎拉哎，可怜的莎拉也只能够在回忆中登场了，何等残酷啊！明日お姉ちゃんに全部言えますようにって。不过莎拉体型好幼儿哦。ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよ。な。もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのにどうしろってんだろうな。突き止めて何とかしよう。セラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時ついでにな。こういうの詳しくないから気に入るといいけど。何があっても俺がついてる。永遠についてる。だからその俺と結婚してください。
やったー好惨啊天哪，这画面真美！伝説の通りだ。願いが叶った。え？さっき花火に願ったんだよ。OKもらえますようにって。じゃあ。私の願いも叶うかな。ん？お姉ちゃんに話せるよね。ルシになったこと。おい、婚約発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。これからは姉さん。怎么感觉瞬间变成偶像剧了？然后刚刚那一段有音乐，哎，我又怕 YouTuber 可能不给上传啦。Sera，なんだよ。これ。这个是冰还是水晶呢？ビル事故だよな。あそこから落ちてきて、湖ごと結晶だと？何がどうなってんだ。ファルシの力か。俺たちは一体どうやってここに。私が知るか。生きてる。どうして。セラだ。あんなに上から落ちたのに助かるなんて奇跡だろ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで。姉さん。这就是露西的力量。なんだよ。今の。魔法だよ。ルシの力だ。ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。
哎，又是教学。得到了露西的力量以后，战斗会变得比较丰富啊。模式可以切换，有强攻的模式啊，有守护的模式，各种各样的，有破防的模式。本当にルシーなんだな。らしいな。お前は？うん。ほら。うわ。再高一点。全員ルシか。なんで僕が？僕は関係ないのに！あんたらがファルシなんかに手を出すから！僕を巻き込むなよ！あんたのせいで、僕の、あんたもセラも迷惑なんだよ！おい！屁孩就是欠揍。悪い。大丈夫だからね。渡って行こう。ルシか。おう。みんな仲良く古墳の敵ってわけだ。カリ。来看一下技能。好像还是没有那个水晶技能树的系统。还没到吗？明明已经变成露西了。咖啡午安。使命が分からなければ果たしようもない。もう見たと思う。見た？ルシの使命つうのはああしろこうしろって。言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。ぼんやり見えるだけなんだとよ。まあ伝説だかな。伝説だ。何か覚えてるか。はっきりしないんですけど、大きな、すごく大きな。まさかお前らも見たのか。ラグナロク。全員同じものを見て、同じ声を聞いた。あれが使命。でもあんなのだけじゃ何すればいいのか。そういうものなんだって。ファルシが見せるのはああいうものだけで、実際に何をやるかはルシが見つける。俺たちパルスのルシは国運の敵だとなれば、使命は国運を守るんだ。この世界を守るのが俺たちの使命だ。うんうん。どうしてかな。ゼラが言ったろ。一緒にやろう。力を合わせて戦うんだ。ゼラを探すぞ。きっとこの近くだ。あ、私も探すよ。待って。たく、落ち着きのねえ野郎だ。话说姐姐的科痕不知道在哪里耶，有秀过了吗？
啊，有了有了有了，就这个水晶石系统。悩むのは後だ。前に進むしかねえさ。我们来看一下这个系统吧。这个游戏没有等级这东西啊，所以你想要变强就要靠这个技能盘。哎呀，没啦，这个 CP 耗真快。都是水晶呢，而且造得非常精美，有点像塑胶。来，来出个挡呗。胸口啊，胸口吗？我来看一下。哦，被挡住了啦！姐姐包太紧了，抗议抗议！怎么不秀一下你的磕痕呢？